ない。お尻がまたすぐにベチャベチャになってて、っていうか昨日のひどくて。体重。442か。昨日より多分量としては。VD にしてたんじゃん。はい、こうなってるので、うん、どうしてって便が緩いんじゃない。あ、それはありますね。緩い便におしっこも出ちゃうという感じじゃないですかね。なのでトイレに、うん、砂くわるじゃないですか。一気にダーって出て山みたいにこんもりなってて、ちょっと見せてもらって。昨日は1日、昨日25グラムプレート30食べた。食べました。30入れてあって、30食べてあったので。じゃあさ、プレートもうちょい増やしてください。もともと1880だから、ね、1900として38まで増やしていいですよ。38、はい。それね、せっかく食べるんだったら。で、チムシをもうちょい食べるといいんだよね。そうですね。で、うんちが、これ50って書いたんですけど、うん、大体なんですよ。大体ね。柔らかいんだよね。本当にそれがやっぱあかんなって。おしっこってたくさん出てます？おしっこというおしっこなんか一応出てるんですけど、うん、たくさんかと言われるといつもに比べたら全然少なくて、で水はまだあんま飲んでない自分では。まあこの子的にはあんまり飲んでないです。普通のウサギぐらいなんで。普通のウサギじゃ少ないな。ペットボトルでいうこれぐらいなんですよ。これぐらいなんで。でも 100cc も。は飲んでると思う。でも全然少ないですよね。100cc だったら。この子は1本飲んじゃうんで、いつも。はい、わかりました。じゃあちょっと治療してお尻洗います。はい。あ、お腹がなんかさっき触ったらなんか、ポコッとなんか。一部分出てて、この子って子宮取ってないじゃないですか、うん、だからちょっとそこら辺怖いなっていうところで。まあでもね、陰部からさ子宮の病気になるとさ、おしっことは別に出血してきますね、一般的には。ああ、まあだから分かりやすい、出血結構わかりますね、うん、もう明らかにおしっこの人は茶色っぽいとかじゃなくて出血が出る。要はね、膣前庭っていうそこが大きいんですよ。だから子宮からの出血がそこに溜まって限界を超えるとジャーって出てくる。で、出方が一般的、まあ必ずそう。ウサギって生理来ないんですか。うん、多発症。まだ悪いね、うん、なんか顔色こんなんです。あらこんなんです。なんかお腹さらして初日もっと真っ白ですよね、うん、まあ、初日はいいけど、まだでも全然なんかぽっこりしますね、うん、また胃が硬い。胃が硬いですよね。昨日のがふわふわだったような気がするけど、今日はちょっと硬いかな、胃が、うん、なんか、うん、うん、違うあれですね、やっぱお腹の調子の悪い人間みたいな、うん、とにかくね、下肢動物がね、ワンちゃん猫ちゃんと違って、物資動物が便が古いとかさ、致命的ですよね。一方通行ですもんね、構造的に。よく頑張ってる方なんだけど、うん、高専照射当てて、ちょっと準備できるからね。はい、じゃあこう、箱、うん、箱に行こう。キャリーから出てきたがるんですよ。なんか車の中とかで、ふ
段全然出てこない。来ないのに。こういう時だけ飼い主に助けを求めるの。足裏さっき見たら、なんかちょっとやっぱ荒れてるなって思って。あ、汚れてるからさ。汚れてるって思って、でもやっぱそこに傷とかできちゃうと怖いなって、汚れてるからこそ。だからもし可能だったら、ちょっと足裏ケアできるといいんだけど。なんかスモシーマットにした方がいいっすけど、うん。今何です？今あれです、あのプラスチックの。本当。あの、一応、なんでしょう。金網よりは足に優しいやつですけど、まあ、全面じゃなくてもいいから血の始末を聞いてあげると、ね、多分そこの上にいてくれるんじゃないかなと思うんです。この子今ずっとトイレの上にいて、うん、トイレはさすがに金網なので、まあ、血の始末を置いたらそこに行ってくれるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、聞いてあげてください。そうですね。ただそのシーマットちょっと2、3枚用意してさ、ね、抜いたら買えるような感じにしとかないと、うん、すぐ汚れるんで、おしっこで洗ってほしい、洗ってほしいで、なんかこう、ソーホック防止のなんかマットみたいなのがあるんですけど、はいはい、どんなマット？なんでしょう、布なんですよ。今調べて、まあでも先さんはね、食べちゃうんかなと思って。食べちゃう、食べちゃうケースが多いから、そのようなやつを見た方がいいと思う。なんで、そうですよね、だからやっぱ食べれるものです。この子あれなんですよ、昔私の服引っ張り込んでボロボロにしたんで、やるな、布って。この子の場合はお腹って言ってもさ、胃が硬い、胃が硬い、うん、だから胃の動きが悪くなってる。ああ、腸ではなくて、うん、で、まあ腸は腸でこんなに減してるわけだから、はい、相当機能落ちてますよね、はい、
食粉してます、そういえば。食粉、自分食粉はしてました、確かじゃあちょっと洗ってきます。